今日は M リグを使ってチヌを作りたいと思います。 M リグっていうのは、10年前ぐらいに流行ったチヌの釣り方で、ミノのお腹に針があるんですけど、それを外して代わりに重りをつけて地面を、そこを引っ張ると、ただ巻きでチヌが食いついてくるっていう、今のラバージグのような釣り方ですね。で、釣れるのかちょっとやってみましょう。マジか。ホッパーには食いつくのに、Mリグには全く食いつかんな。地面をカタコトカタコト軽快に早巻きしてみるか。よっしゃ、かかった、かかった、かかった、よっしゃ、早巻き、おお、引くな、やっぱり早巻きやったな。ゆっくりは、おお、全然見えんけど、よくおるか。おお、引くな、こいつ。水の流れと一緒に。お、見えた見えた。オッケーオッケー。おっしゃ、取れた。ゆっくりより早巻きやな。うわ、大きい。うわ、エムリグ。ホッパー以外では初めて釣れたな。ゆっくり巻くと見切られとったやな、ずっと。早巻きにした途端一発で釣れた。チヌ、うわ、いいサイズじゃん。おお、大きい。あ、うわ、40ぐらいかな、40ちょっとあるかな。よっしゃ、エムリグ、だけど早巻きに反応するな。取れんじゃん、これ。よいしょ、取れた。エムリグで。元気になったか。うわ、めっちゃ水の流れ早いやん、今日も。おお、オッケーオッケー、元気になった。マジか、重りは壁に当たると重りも一緒になくなるっていう。マジか、2回目だなこれ。ちょっと今もう重りがないんで、ラバージグに行ってみたいと思います。釣り開始2時間、ラバージグの方にはあんまり、全く当たりがないですね。Mリグで1匹釣れたっていうのがかなり嬉しかったです。
をずる引きしつつも、まあ、ゆっくり巻いたり早く巻いたりいろいろ変えてね、1匹釣れました。ラバージグの方も早巻きしたりゆっくり巻いたりしても全く当たりがなかったです。開始、2時間経ちましたので帰ろうかと思います。スーパームーン、そんな大きくないな。